はい、公認会計士税理士の山田晋也です。山田晋也の裏側を語るリアル講演会の超人気パートを YouTube で再現、税務署が絶対教えないインボイスの基本です。お送りする内容は消費税導入の特殊経緯、大企業向けと中小向けの2つの裏目的、消費税がかからない取引、重大な転換点、そしてインボイス制度の基本についてお話ししてまいります。というわけで今回の動画をご覧いただけますと、税務署のインボイス制度解説を見てもさっぱりわからないという方や、税務署のセミナーを受けたがいまいち分かっていないという方にとっては腑に落ちる内容になるかと思われます。というわけで最近私もいろんなところでインボイスの講演会をさせていただいてるんですが、税務署が出している資料を使うこともあるんですね。で、最近の税務署の資料は非常に分かりやすく作られているんですが、とはいえこれを読むだけではよく分からないって方も結構いらっしゃいます。というのも税務署が教えたくても教えられない話っていうのが実はたくさんあるんですね。その税務署が教えられないインボイスの裏側を知ることができれば、この税務署の資料もとっても分かりやすく理解しやすくなると思うんです。というわけで今回は私の講演会の中で一番人気の高い裏側から見たインボイス制度についてお話ししていきます。ちなみにですね、消費税の歴史というのは皆さんざっくりはご存知かと思います。1989年、平成元年に税率 3% で導入されて、そこから 5%、8%、10% と上がっていってインボイス制度が導入されるよう、これが表の歴史です。この裏側に一体何が起きたのかという話を今日は重点的にさせていただきます。それが分かればインボイス制度意外と簡単な話になります。というわけでインボイスの歴史を語る上ではですね、まず1970年代まで遡る必要があります。この時代はですね、それより前に起きた高度経済成長期が一段落してですね、今後は老人の医療無料化といったですね、社会福祉に力を入れていこう、予算をかけていこうという時代でした。そんな中ですね、トイレットペーパーの買い占めでおなじみのオイルショックが起きるわけです。この結果ですね、予算はたくさん必要なのに景気はめちゃめちゃ悪くなったということで、国は赤字国債といって、まあ今の国債ですね、借金をたくさんするわけです。その結果この借金をどうにかしないといけないというわけで財政再建の話が出てくるわけです。簡単に言うと、どうやって増税しようっていう話が出てきます。といった話とともにですね、少子化が始まってきますので、このままだと将来かなりの高齢化社会になるだろうと。ということは、これまでみたいに働いてる人から所得税を、会社から法人税を取るだけでは足りないだろうと。働いていない子供やお年寄りといった方々からも税を徴収しないとやってけないね、という議論が巻き起こります。で、さらにですね、昔からですね、物に税金をかけるっていうのはあったんです。代表的なのが物品税というもので、これはいろんなものに 3% とか 5% とか 10% とか税金をかけていたんですが、この物品税はいろんなものによって税率が違うと。例えば同じレコードでも歌謡曲と同様だったら税率が違うみたいな感じで、結構難解で複雑だったんですね。だから評判が非常に悪かった。こういったものを踏まえて、すでにヨーロッパで流行っていた VAT に着目します。VAT というのはバリューアディッドタックス。日本だと付加価値税といった訳し方をします。付加価値がついたものに税金をかけるって意味なんですが、簡単に概念を言うと、世の中のあらゆる取引に税金をかけましょうと。あらゆる取引に税金をかけるから、低い税率でいいですよと。法人税や所得税みたいに 40%、50% っていうのはかけませんという意味です。で、薄く広くかけるから税収がアップしますよと。さらにですね、脱税しにくいという要素もここにつけます。そのやり方は後で説明します。で、全取引に税金をかけるから、この大前提って全員参加が基本です。つまり、税金を払う人、納める人、全員が参加しないと話が始まらないと。それはそうですね。全取引対象なのに、一部の人が入んなかったら、そこだけ徴収漏れが起きるからですね。で、さらにこの VAT には、もう一つ重大な目的があります。それはまた後ほどお話します。じゃあ VAT 具体的に見ていきますと、例えばこちら、税率 10% の場合ですと、ある会社が主人公だとして、一般のお客様とか、他の会社からですね、1万円の仕事をしました。10% の1000円を VAT としてもらえます。で、さらにその会社はですね、いろんな外注とか店舗にですね、2000円払うとします。VAT として200円払います。で、この VAT の仕組みは、もらった VAT から払った VAT を差し引いた額を税務署に納めますよ。今回のケースで言うと、1000円もらって200円払ったから、差額の800円を税務署に納めますよと。この税金をね、バトンリレーのように渡していくと。これが VAT の特徴なんですね。で、ここでね、ポイントとなるのは、本当に1000円もらったのと、本当に200円払ったの？この証明ってどうやってするの？
というところで、そこでインボイスというのが登場するんですね。要はちゃんと1000円もらったよっていう証明としてインボイスを発行する。逆に200円払ったよっていう証明のためにインボイスを受け取る。このインボイスがないとこの VAT の計算ができませんよというのが脱税防止のためには必要となってくるんですね。で、VAT にはもう一つ特徴がありまして、この会社が海外に輸出する場合は、海外から VAT は特にもらえないんですね。要は海外の会社にとってはね、その国の消費税なんて知ったことじゃないですし、そもそも関税とかね、取られちゃってるわけですから、消費税なんかは払う義務がない。一方この会社は仕入れとか経費のためにね、消費税は払っています。その結果、もらった消費税は0円で、払った消費税が200円というふうになると、差額はマイナス200円ってことで、税務署から200円が還付されるんですね。これ日本の場合だと輸出免税というふうに呼んでるんですが、こういった輸出企業にとっては、この VAT を導入することによって、お金が増えていくということになるんですね。で、VAT は実はこれが目的とも言われています。どういうことかと言いますと、そもそも VAT を世界で初めて導入したのが、1954年のフランスです。第二次世界大戦で大ダメージを受けたフランスはですね、戦後の復興のために、とにかく輸出企業に補助金を出して、いっぱい輸出することで戦後復興していったわけですね。ところがですね、ガッと関税と貿易に関する一般協定ですね。この自由貿易を守りましょうという協定に入った結果ですね、自由貿易するのにそんな輸出補助金をかけると自由な貿易にならないわけですね。不公平になるので、ガットに加盟している各国は輸出補助金を出したらダメですというふうになったんですね。それで困ったフランスは抜け道としてこの VAT を考えたわけです。つまり VAT はですね、要は輸出をすればするほど VAT の還付が受けられるわけですから、事実上の輸出補助金になったわけです。で、フランスがこの VAT 始めると輸出に有利になるわけですから、各国もですね、輸出競争に負けないように VAT を導入していったという経緯があるんです。片や日本なんですけども、日本もですね、増税しなきゃいけないってことで VAT に着目するわけですが、1970年代から80年代にかけてですね、大蔵省、今の財務省なんですけども、一般消費税とか大型間接税とか売上税とか、いろんな名前でですね、この VAT を導入しようとしましたが失敗します。で、いろいろあった結果、ようやく竹下首相の時にですね、消費税っていう名前で法案が通りそうになります。しかしですね、この時国民の大反対が起きました。理由はね、たくさんあるんですけども、その一つはですね、まずこの消費税って累進課税ではないんですよね。所得税とかはね、最低 5% から 45% までね、税率の段階があるんですけども、消費税は一律 3% とか 10% とかなんで、例えば同じ 3% でも1億円の企業の 3% と100万円の個人事業主の 3% ではやはり負担感が全然違うんですよね。というわけで、この消費税の仕組み自体がですね、中小企業に不利なわけなんですよ。さらにですね、事務負担がアップしますよね。インボイスをちゃんと作って保管してっていうのも手間ですし、そもそもこれまで所得税申告、法人税申告だけで済んだのに、消費税申告ってまた別のものやんなきゃいけないんで、単純に作業量倍ですよね。というわけで、いろんな反対があった結果、1989年導入の際にですね、免税店3000万円という導入と、インボイス方式をやめて帳簿方式にするよという2つの譲歩をすることになります。具体的に見ていきますと、まず免税店なんですけど、例えばね、ある会社が外注にお金を払います。それぞれ外注に1万円払います。で、2年前の年間売上高っていう基準なんですけど、3000万円以下の人もいれば3000万円超の人もいる。で、会社は同じようにね、消費税 3% と300円を同じように払うんですが、3000万超の人は消費税をちゃんと納めなきゃいけないんで、ちゃんと税務申告をしてるわけなんですが、3000万以下は小さな事業者だから事務負担も大変だよね。だから免除しますよってことで、消費税の納税義務がなくなってるんですね。ということは、この3000万以下の人の300円は何かっていうと、これ税金で利益出てるよねっていうことで、益税というふうに一般的に言われています。ただこれは別に法律でね、禁止されてるわけでもないので、言い方変えると、まあ正当なもらい得になってます。もちろん300円丸々もらい得なわけじゃなくて、この小さな事業者もね、いろんなところに消費税込みで経費払ってるわけですから、本当は納税しなきゃいけない分だけ得してるっていう感じです。じゃあ会社側はですね、この3000万以下の人には別に消費税払わなくていいんじゃないのと思うかもしれませんが、会社にとっては調べるの面倒ですよね。わざわざあなた3000万超ですか3000万以下ですかって聞くのが大変なので、もう消費税請求されたら払っちゃう。別に払ってもこの会社にとってはですね、デメリットがないので普通に払っているってことです。これは一
般消費者の皆さんもそうですよね。今はね、自分が普段使ってるお店とかサービスの人がですね、消費税を納めてるかどうかって気にしてないですよね。なぜならデメリットがないからです。調べるのが面倒だからです。本当ならば消費税を納めてない人に対しては消費税分値引いてよっていう値引き交渉がしてもいいんですけども、まあ面倒だからやってないと、こういう事情が消費税導入時からあったわけなんですね。ちなみにこの当時でいう売上3000万円以下の免税事業者が消費税をもらっていいのかどうかという論点についてはですね、昔から議論がされていて、消費税法上で言うとそもそも免税事業者が消費税を受け取るよという予定をしてないんです。考えてもいないんです。ところが結構消費税導入後すぐに裁判になって、そこで判例が出てるんですが、消費者が払う消費税分というのはもうそれ対価の一部ですよ、サービスの代金の中の一部ですよ、だからもらっていいんですと。で、免税事業者は納付義務がないからそれで終わりですと。だから判例上はもらって OK なんですよね。じゃあ国の立場はどういう考えかというと、免税事業者が消費税を請求するのはもう自由ですと。とはいえ会社とか消費者が消費税分を払わないのも自由ですと。基本的に国は口出しをしませんというですね、商業の大原則である契約自由の原則を言ってるわけです。つまりこれ刑法でいうところの、いわゆるね、民間同士の争いには口を出さないっていうね、民事不介入ということと一緒です。もう一方ですね、インボイス方式ではなくて帳簿方式を選ぶよって話をしましたが、こっちはですね、やはりインボイスを渡したり受け取ったりはめんどくさいから、消費税払いましたもらいましたっていうのをちゃんと帳簿に書いてね、それだけで OK だよというルールに変えました。この結果ですね、1989年に導入される日本の消費税というのはもともと意図していた VAT とはちょっと異なったものになります。VAT の方は全取引に税をかけます。定率で薄く広く税収をアップさせます。脱税しにくいです。全員参加です。という話でしたが、日本の方はですね、表向き 3% だけですよっていうシンプルなんですが、3000万円以下は消費税を納めなくていいっていう免税事業者っていうのが発生した結果、全員参加ではなくなります。さらにですね、インボイスを使って脱税しにくくするっていうのも、インボイスがなくなった結果、なかなか難しくなります。で、裏目的の方がですね、事実上の輸出補助金であるっていう、大体日本の輸出企業って大企業が多いわけですから、大企業を優遇する制度にもなってますし、もう一方ですね、中小事業者にとっては消費税をもらったとしても納めなくていいわけですから、中小企業の保護政策としてもスタートするわけなんですね。つまり輸出に強い大企業にとっても中小事業者にとっても都合のいい制度としてスタートしたのが消費税なんです。ところが今のね、ご事情を分かってる方はね、これが結局どうなったかというと、消費税というのは表向きシンプルだったのが今相当複雑化しています。で、さらにですね、この ② のね、中小事業者の保護っていうのが今インボイス制度導入によって廃止しようとされていると。大企業の方は優遇したままなのに、中小事業者は切り捨てるんかいと言って中小事業者が怒っているっていうのが現在の問題として起きてるわけですね。ではですね、この複雑化が本当にえらいことになってるんで、これからご紹介したいと思います。というわけで、消費税というのは本来全取引に対してかけるはずだったんですが、消費税がかからない取引というのも存在します。例えば消費税の計算に全く入らない付加税とか対象外って言われる部分があるんですが、この代表的なものがお給料ですね。これはシステム的な問題もあって、お給料に消費税を乗っけると、消費税をもらった会社員側はですね、納税がまた大変になるので、事務負担の問題があって、お給料については消費税の対象外になったわけですが、この結果何が起きたかというと、消費税率が上がるに従ってですね、会社にとっては払った消費税として計算されないお給料にお金かけるよりも、もう派遣の方がいいじゃんと。派遣だったら派遣会社にですね、消費税足して払うわけですから、消費税的には有利なわけなんですね。同じように請負とか外注とかも社員を雇うよりは有利になってくるわけですね。もちろん消費税が理由なだけじゃないですが、社員を雇うよりは派遣とかを使った方がいいよねという非正規雇用の増加に消費税は一役買っちゃったわけですね。で、他にもですね、個人の自宅とか家財道具の売却、これは個人がですね、消費税納税するのが大変だからですね。で、受け取り配当金、そしてちょっと用語が変わるんですが、輸出に関しては免税ということで、これは意図的な政策ですね。で、あと非課税っていうものもありまして、これも消費税かからないって意味では一緒なんですけども、例えば土地ですね、この土地に消費税かからない理由っていうのがいろいろあるんですけれども、当時の日本で言うとバブル期だったんで、
土地の価格がめっちゃ高い上にさらに消費税が乗っかると庶民が土地を買えないじゃないかっていうことで土地が非課税になります。それで言うと土地を買った人は非課税なのに賃貸の家賃はなんで消費税かかるんだという批判が起きたんで消費税ができて8年後の1997年から住居用の家賃も非課税になります。つまり消費税の理想としては全取引にかけるべきなんだけど政治的な配慮とか不満の解消とかいろんなところで例外が発生するわけなんですね。で株取引とか受け取り利息、医療介護保険教育とかもそういった社会的な要請で非課税になりました。もちろんいろんな理由があるんですが政治的な理由もあるんだよってことは押さえておいてください。といったわけで消費税の歴史なんですが、1989年に 3% でスタートしたんですが、1997年にはですね、3% から 5% に増えました。その際にですね、消費税の計算は帳簿だけで OK だよっていうのが、いや、ちゃんと請求書も取っといかないとダメですよっていうふうにルールは変わります。これがインボイス制度の予告になります。で、2004年にはですね、免税店が3000万円から1000万円に引き下げられます。これは今でも1000万基準ですね。ちなみに、諸外国にも免税店あるんですが、諸外国は大体もう数百万とかです。もっと低いです。で、2014年に 8%。で、2019年に 10% に上がる。さらに、軽減税率 8% というのが導入されます。で、実はこれが一番重大な転換点になります。というのもですね、この軽減税率というのは、なんか軽い減るっていう言葉があるんで、すごいお得感がありますけど、税務の専門用語で言うとこれ複数税率制なんですね。食品とか新聞は 8% でそれ以外が 10% ですよと。単に複数あるだけなんですよ。で、なんで複数税率制があるかっていうとこれ以降ね消費税率を上げやすくなるんですね。つまり食品に関しては 8% のままだけどそれ以外は15ねって言うと全部が15よりも軽く感じると。ただねここの軽減税率 8% に新聞という謎のものが入った結果消費税というものの魂がもうここで消滅したと思っています。で、この複数税率制にはもう一つ問題がありまして、これまで使っていた普通の請求書とか普通の帳簿方式だとちょっと立ち行かなくなるんですね。例えば今でもよくあるのが、会社の営業マンが接待で紙の領収書をもらってきましたと。で、手書きで1万円って書いてますと。で、これ経理部が見ても、この1万円が 8% の税込みなのか 10% の税込みなのかわかんないんですよ。つまり、単に店内で飲み食いしただけだったら 10% と思うんですけど、もしかしたらね、その店舗で買ったやつを差し入れとか手土産として持ってったかもしれない。それが食料品だったら 8% ですからね。つまり領収書にちゃんと税率とか税額が書いてくれてないと経理部が処理できないんですね。で、わかんないから有利な方でやっちゃおうといった不正もできますし、そもそもミスる可能性もいっぱい出てくるわけです。そういった不正とかミスを防止するためにはもうこれはですね、全取引にインボイスを導入するしかないんじゃないかという話になりました。このインボイスは日本語読みだと適格請求書というふうに訳すことになりました。つまり全取引にインボイスを導入することによってもともと VAT の理想だった全員参加の原則が復活するよということなんです。ただ日本の場合はですね、全員参加なんだけど任意ですというインボイス制度に入っても入んなくてもいいですよというふうになっちゃいます。どういうことか見ていきましょう。今の予定ですと2023年10月スタートなんですけども、この会社にとっては消費税1000円もらったらインボイス発行します。200円払ったらインボイスもらいます。で、もらった1000円から払った200円差し引いた800円を納めましょう。これがインボイスの大原則です。ただ今回の日本の場合はインボイス制度導入が任意になりましたので、当然インボイスに参加しない免税事業者というのも出てくるわけですね。この場合ですね、この会社にとっては1000円はもらいました。しかし仕入れの2000円に対して消費税を払おうが払うまいがインボイス登録しない人からはインボイスもらえないわけですから、いくら払おうが0円っていう風にカウントされます。その結果もらった消費税1000円、払った消費税ノーカウント、差額の1000円を納めなきゃいけないということは、この会社にとっては消費税を払えば払うほど損になるわけですね。なのでできれば0円がいいなという風に思うわけです。もっと言うと消費税をいくら払えばいいのか交渉するのもめんどくさいから、会社としてはですね、もう免税の人と取引をしたくないと最悪思うわけです。そうなってくるとこの外注とか店舗の方にとってはですね、今後取引があるかどうかまさに死活問題になってくるわけですね。で、実際ですね、この収録時点2022年の12月なんですけども、インボイス制度導入後この免税事業者に消費税を払うか払わないかって今各社検討してるんですけど、本当にバラバラです。これまで通り消費税 100% 払うっていう会社もあれば、80% ぐらい払うっていう会社もあれば、もう1円も払わないっていう会社もあります。バラバラです。国が何も決めてないからですね。一応下請け法がうんぬんとかって言ってますけど、基本ザルですからね。という
わけで最後にインボイスの基本についてまとめますと、インボイス制度というのは現在2023年10月以降開始予定の消費税のルール変更です。それはこれまではね、帳簿とか請求書だけでよかったのが、今後は国が定めたインボイスで取引しなさいと。具体的にはね、こういったですね、これまでの普通の請求書にですね、登録番号とか税率税額をちゃんと書くと、これがインボイスです。でこの登録番号を入手するためにインボイスの登録が事前に必要になると、こういう流れですね。ただし免税事業者はこのインボイスの流れから省かれます。ただ消費税をもらっていいかどうかっていうのはこれ自由です。ここがね一番ややこしいところなんですけどね。でこのインボイス制度の財務省の思惑をもう一回整理しますと、まず1つ目、消費税に絡む不正とかミスを防止する目的があります。なので今後はね、インボイスによって税率とか登録番号がちゃんと書かれているので、これをチェックすることによって管理することができます。今後はね、電子インボイスといってこのインボイスが電子化されるわけですから、よりですね管理がしやすくなります。で2つ目はですね、いわゆる益税、正当なもらい得の廃絶ですね。これまではね、一般消費者も含めて相手が消費税を払おうが払う前が気にせずに消費税を払ったと思うんですけど、このインボイス制度導入によって世の中の雰囲気が、いやインボイスないのに消費税払うのおかしくない？みたいな世論を喚起させようとしてるわけですね。だから本当は免税事業者は引き続き消費税もらってもいいんですからね。ただ世の中の雰囲気がそうじゃなくなってるってだけです。でこういうのこと言うと、益税ってそんな言葉はありませんっていう人いるんですが、法律上ではもちろんないですからね。一般的にそう言われてるという話です。それはもう事実としてあります。でこれら不正やミスの防止だったり益税の廃絶も、これは全て3番目の増税の準備になります。つまりね、今は消費税 10% ですけど、今後 15%、20% と上がっていくことによってですね、20% の不正とかミスだったら結構でかいですし、このもらい得についてもですね、3% なら許されたのが 20% とさすがに多くないって話になりますんで、今後の増税を考えると、この丸1番、丸2番は、絶対今のうちに何とかしなきゃならないというふうになってるわけですね。で、消費税が非常にややこしくなってんのが実は、例外規定が今もありますし、これからも増えそうなんですよ。例えば、消費税をもっとね、シンプルに計算できるっていう簡易課税という制度だったり、経過措置、1万円未満はインボイス不要だよっていう制度とか、激変緩和措置、そして今回電子インボイスにすごい絡んでくる電子帳簿保存法などですね、通常の消費税の計算ではない部分がですね、たくさんあるんです。このあたりの制度については過去の動画で個別に解説しておりますので、よかったらこちらをご参照ください。その結果、現在の日本の消費税はどうなりつつあるかというと、表向きシンプルな消費税が今相当複雑化しています。そして今後はこの消費税というのは全員参加になりつつありますが、一応任意だよってことを言ってるために、消費税インボイス制度に参加した方がいいのか参加しない方がいいのかっていうですね、有利不利判定の難しい問題になってます。でさらにですね、裏目的の方で言うと、輸出が多い大企業にとっては優遇されたまんまですが、中小事業者の保護は今回なくなりそうですと。というわけで、消費税の特徴で言いますと、法体系としてそもそも結構不完全です。それは新聞だけが 8% になったみたいなところで分かるように、理屈として変なのがいっぱいあります。それに辻褄合わせるように理論が作られているという状況なんですね。でもちろんですね、税法っていうのは大々処理で不完全なんですよ、どれも。で VAT も100年前からの歴史があって、今でもかなりマシになった方なんですが、海外の VAT も含めておかしなところがいっぱいあります。それなんでかっていうと、声が大きいと変わるっていう性質があるんですね。これは民主主義的にはね、いいことなのかもしれませんが、法理論としてはかなりわけわかんないことになってきます。ただそういう前提で税務署が作っている資料を見ると、あ、これはいろんな人のいろんな思惑があってこうなってるんだなっていう風に見れば、理解しやすくなるんじゃないかなというふうに思っております。実際のセミナーではね、この後じゃあ税務署の資料を読んでみましょうっていうコーナーに入るんですが、今回はですね、皆様各自で見ておいてください。というわけで2022年12月10日時点の情報でございました。あくまでも私税理士山田の解釈でございます。もちろん税理士によってね、皆さん意見が違いますから、解釈も違いますから、その点だけはご了承ください。個人的にはね、おかしいなと思うことはですね、黙ってるよりも声を上げた方がいいとは思ってますし、それが民主主義のね、いい点だとも思ってます。ただ税金の実務家からすると、これ以上の改正は本当もう勘弁してくれよと思ってます。なのでもうちょっとね、状況とか景気が良くなるまでは延期してくれないかなっていうふうに個人的には思ってます。というわけで、今後の動向はですね、国税庁のホームページや山田の YouTube や Twitter をご覧いただければと思います。特にね、今後の改正については適宜動画を作っていきますので、よかったらチャンネル登録をしてお待ちいただけますと大変嬉しいです。というわけで、このチャンネルでは税金ベース、投資経済のお得な情報とか、インボイス制度のような本当に大変なよくわかんない制度についてできる限りわかりやすく解説しようとしているチャンネルでございます。よかったら今後ともごひいきに。それではまたお会いしましょう。バイバイ。